会場となったクライストチャーチコンベンションセンター第31回世界遺産委員会は2007年6月23日から7月2日の間、ニュージーランド、クライストチャーチのコンベンションセンターで開催された。オセアニアでの開催は、シドニーで開催された第5回、ケアンズで開催された第24回に続き3度目であり、ニュージーランドでの開催は初である。開会式では、マオリの伝統儀式なども披露された。文化遺産16件、自然遺産5件、複合遺産1件の計22件が新規に登録された一方、1件が削除された結果、世界遺産リスト登録物件の総数は851件となった。世界遺産リストから物件が削除されたのは、この第31回世界遺産委員会が最初である。委員国は以下の通りである。地域区分はユネスコに従っている。物件名に印がついているものはすでに登録されている物件の拡大登録などを示す。太字は正式登録された物件。英語名とフランス語名は諮問機関の勧告文書に基づいており、登録時に名称が変更された場合にはその名称を説明文中で太字で示してある。第31回世界遺産委員会の審議で新規に世界遺産保有国となったのはガボン、ナミビアの2カ国である。打ち消し線は、抹消が確定した物件を示す。危機にさらされている世界遺産リストからは4件が除去され、3件が新規に記載された。その結果、危機遺産の総数は30件となっている。なお、実際に危機遺産リストには加えられなかったが、ロンドン塔、ウェストミンスター宮殿、ウェストミンスター寺院及び聖マーガレット教会の2件は、周辺開発の問題から、危機遺産リスト入りも選択肢に含まれていた。以下の物件について、推薦国の名称変更申請が認められた。以下の通り、軽微な変更が行われた。太平洋地域の島国であるニュージーランドでの開催とあって、地域の島しょ国家における世界遺産への取り組みが議題となった。この委員会の開催時点では、太平洋島しょ国家の世界遺産はわずかに4件であるが、21世紀に入って地域の締約国も増えてきた。この委員会では、第27回世界遺産委員会で採択されていたプログラムパシフィック2009の実施状況についての報告と新たな目標の策定などが行われた。強化モニタリング導入が提案された。この委員会で強化モニタリング適用が勧告されたのは、エルサレムの旧市街とその城壁群、ドレスデンエルベ渓谷、コンゴ民主共和国の世界遺産5件すべてである。ドレスデンエルベ渓谷の世界遺産リストからの抹消や、ロンドン島の危機遺産リスト登録などの逃避が議論になる一方で、適切な景観保護が行われた例の紹介も行われた。14階建ての商業施設を11階建てにする。改築が進行中のイスファハンのイマーム広場73メートルの高層建築の計画が47メートルに修正されたフェルテー、ノイジードルコの文化的景観などがそれである。ありがとうございます。